どうも、生態サロン朝日の藤さんです。本日の動画はレラ・ハンクス・フラノベースボールクラブの強化選手のトレーニングの様子をまとめています。ぜひ最後まで動画をご覧ください。強化選手のトレーニングをしました。前回のケア後にバッティングのフォームを観察しました。トップの位置が機能的になっていないと分析できたので、今回はそこに注目していろいろワークを提案しようと思いましたが、右半身にかなり疲労が溜まっている様子でした。右半身の調整をまずはじっくりと行いました。腕周りが特に緊張していたので念入りに調整を行いました。よくよく聞くと、ピッチャーで登板してからバッティングの状態があまり良くないと話していました。右腕がうまく機能しないことで左のトップの位置がずれていた可能性もあります。徐々に修正できてきているので一安心です。目のワークを少しだけやりました。目が本当にうまく使えない。目が体に与える影響は大きいので、うまいことを使いこなしてほしいなと思っています。どんなことをやったか一緒に見ていきましょう。それでは、レッツゴー！さあ、行くぞ！はい。強化選手にあった目のトレーニングですね。ボールを2つ投げています。どこが取れるか、取れないかを見ています。横に広がったボールが取りにくければ、インコースとかアウトコースが取りにくいって判断します。で、前後だと、速い球、遅い球がどう反応するかが分かります。あと上下だと、高い球と低い球をどう対処するかっていうのが見れます。上手い選手だと、テニスボールを3つ同時に取ることができるみたいですが、なんか目の使い方がね、やはりちょっと苦手なので苦戦してますね。多分自分が得意なところは取れるんですけれども、得意じゃないところは落としますね。本当に目の使い方が独特で、なんかぼんやり見ているんですよね。なので中心視できないっていう目の使い方をしています。で、ちょっとこういうワークも必要かなと思って、今回ちょっと提案しています。あと、ここが取りにくいのか。緩急とかうまく対処できるのかなっていう感じがします。もうこれやるだけでもかなり目が疲れてる感じがありますよね。普段馴染みのない運動をしてますので、目が疲れたなーって感じが見てわかるかなと思います。でも何回かやってるとね、上手になってくるので、これも一つやってると変わってくるかなと思ってます。前回ケアした後のバッティングの様子ですね。このトップ、左の写真にあるトップの位置からバッティングに行く際に脇が早く閉じてしまっているので、あまりトップの位置からの腕の力の伝達がうまくいかないような体の使い方になっているということで、今回ちょっといろいろやろうかなと思ったんですが、右半身ですね。右半身にかなり疲労が溜まっていたので、まずはそちらのケアをしていると結構時間がかかってしまったので、そこまで行き着くことはできなかったんですが、右半身をケアしただけでも、右手でしっかりとバットをコントロールできるようになるので、それだけでも左の脇のところの使い方はかなり良くなったかなっていうふうに本人もおっしゃっていました。最近の試合のバッティングの動画ですね。トップの位置からの脇腹、左の脇が締まる感じをしっかり見ておきましょう。だいぶ潰れないで使えるようになってきてる感じはあると思います。はい、強化選手のバッティングです。まずは足を上げるフェーズですね。重心は比較的高めです。アベレージバッターとかに多い重心の位置の様子ですね。で、グリップの位置は肩の高さにありますので、一般的な位置なのかなというふうに思います。で、左の股関節でしっかりとためを作れているかなっていうふうに思います。左の股関節をしっかりはめ込んで使うっていうことができているかなっていう感じが。前足をついた時のフェーズですね。胸はまだ回転していません。骨盤もしっかりと残せています。京香選手はピッチャーに胸周りが見たら負けだという意識を持って常にバッティングに取り組んでいるので、やはり胸はまだ残っていますね。骨盤もしっかりと残ったまま体重移動ができていると思いますので、この後の動きに加速度を加えることが可能になるかなと思います。続いて打ちに行くフェーズです。このフェーズでは軸足に乗っている体重を前足に移動させていくというようなフェーズになっています。京香選手は前足の膝がしっかり伸びて体重を受けるということができていますので、足の使い方は悪くないかなというふうに思います。上半身も一応肩と肩、肘、手首を結んだラインがホームベースの形になっていれば一番力が伝わりやすいというふうに言われてますが、そこはちょっとずれちゃっているかなという感じがしますね。そのあたりは今修正中なので、今後の修正に期待したいと思います。でも、前回は肘がすぐこの打ちに行くフェーズで潰れてしまっていたので、後ろの肘が潰れてしまっていたので、今はちょっと残っているのがいいかなと思います。やはり右半身を治療して、右半身の指導が良くなったのも一つの潰れない原因かなというふうに考えています。インパクトのフェーズですね。前足でしっかりと壁を作って体重移動できているので、本当に足の使い方は上手ですね。で、後ろの足もしっかりとついてきているので、本当に前にしっかり体重を乗せることができてスイングできているのかなというふうに思います。またインパクトの位置ですが、胸の前あたりがちょうどいいというふうに言われていますが、胸の前あたりでしっかりと捉えられているので、いい位置でインパクトを迎え入れているのかなというふうに思います。また頭の位置もそんなにずれないので、本当に体の使い方は上手な選手なのかなというふうに思います。打った後のフェーズですね。地面からしっかりと力をもらっている選手は前足が少し浮いてちょっと後ろに下がるような体の使い方になるのですが、それもしっかりできているので、本当に前の足をしっかり使ってスイングすることができているかなというふうに思います。やはり足の使い方は上手なので、もう少し上半身、あとはやっぱり目ですね。目からの情報をうまく入れてあげると、もう少し打率とかが上がってくるのではないかなというふうに思って、目のワークなども取り組んでいます。頑張ったね。はい、お疲れ様でした。目のワークやってみてください。どこのボールが取りやすいかによって自分の打ちやすい、打ちにくい場所が分かります。年を取っていくとこの機能がほとんど失われている人を多く見ます。一点を見ながら周りを見渡せない人が多いです。目だけ固定して体を動かすっていうことができなくなっている高齢者の方が多いなぁと感じています。体をうまくバラバラに動かすことをコントロールできなくなってきます。なので目のワークをやるだけでも体はかなり変わります。目が体に与える影響は本当に大きいんです。目のワークもいくつか紹介していますので概要欄に貼っておきます。一度やってみてください。かなり体が変わります。京香選手にも目のワークを提案していきたいと思います。京香選手の今後の活躍を期待しています。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が面白かったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。10月の第2週にしっかりと練習をしているけれども怪我をしてしまう、あとは野球の質を上げることを目的に小中高の野球選手や保護者向けにワークショップを開催しようと考えています。詳細がまとまり次第リリースしますのでお待ちください。ご感想はコメント欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。